はいどうも、コンシェルジュです。あのね、復縁できないタイプは人の気持ちへの推測が浅いっていう問題なんですけど、あの人の気持ちわからない、人の気持ちわからないっていうことです。人の気持ちわからない、わからないっていうふうに言われる人って、だいたい復縁ができないし、その恋愛もうまくいかないし、もちろん仕事とかも大してこうトントン拍子で進まなかったりとか、なんか頑張ってんのに割に合わないというか、マイナスなこと起きちゃって、ああ人生ってなんでこんな大変なんだろうなって思っちゃったりとかすると思うんだけど、それって多分人の気持ちへの推測が浅いんですよね。あのね、あなたもしその人の気持ち分かんないタイプだとかって周りに言われてるとして、で自分の彼女とか彼氏からもね、別れる時に、あなたは私の気持ち、俺の気持ち全然分かろうとしないし、分かってもくれないし、病気なんじゃねえのっていうぐらいのことを言われたことがあるとしたら、ぜひね、深く考えてほしいんですけど、あなたは人の気持ちを考えることができないわけじゃないんですよ。できるんですけど、普通の人とか、もっとその深く人の気持ちを考えられる人たちと比べると、人の気持ちへの推測が浅いんです。できるんだけど、他の人もっとできてるってこと、簡単に言うとね、浅いので。まず第一に、ここに書きました、これがキーワードかな、今回の。自分の決定は他人の心の、これ表徴と読みます。表面に表される特徴の徴で、表徴ですね。自分の決定は、信頼すべき他人の心の表徴です。自分の決定っていうのは、人々の、あなたが信頼する人々の、人たちの気持ちがあって、その気持ちに我々影響されて、で自分で決定した結果じゃないですか。だからさも自分でこれ決定したこと、自分で決めたことってみんな思ってるけど、それあなたが決めたことじゃないんですよ。 100% では決めてないんですよ。いろんな人たちからの影響を受けて、他人の心の影響を受けた上で、自分の意思 10% ぐらいでチョイスした結果が決定なんですよ。ということは他人の心の表徴じゃないですか。他人の心、他人の気持ちっていうのが、こう表に現れたものっていうのがあなたの決定なのね。俺がその決めたんだから好き勝手していいだろうっていうのはまさにそれですよ。それは全然ダメなこと。そんなこと言ってるようだと、復縁のみならず何も成し遂げられないよ。すごく大切で、これが、分かってない。気持ちっていうものの連続性、歴性を考えてって書きました。人の気持ちってずっと続いているでしょ。例えば、恩っていう言葉があるじゃないですか。お母さんとお父さんに育てられて、今そのたとえね、あなたのお父さんとお母さんがさ、あなたに対して毎日毎日ぶん殴って暴力を振るってくるとする、家庭内暴力のやばいやつ、知らんで、お母さんもお父さんも両サイドから、あなたそんなお父さんお母さん死ねばいいと思うよね。いいんだ、死ねばいいと思うんですけど、生まれた瞬間きっとわーいって喜んでくれたんだろうなっていう気持ちは忘れる。それで相殺されないからね、別に。そこ相殺しちゃう人が多いんですよ。なんだろうね、この文化っていうか教育方針は。なんでみんなそこをこう相殺するの。嫌なことされてね、最近嫌なことされました。でも過去にはその人いいことしてくれました。でもその人から最近嫌なことされた。過去のその過去にされたいいことが最近された嫌なことでトントンになる人っていない。だから別にもうそのそいつのことはどうでもいいみたいなさ、むしろ嫌いみたいな。なぜなら直近で嫌なことされたからっていう、分かるけど気持ちは。でもそいつがやってくれた過去の恩っていうの消えなくないですか。相殺はされないですね。気持ちっていうのは常に連続して流れてるもので、人の気持ちっていうのはね、歴史があるものなんですよ。そこも覚えておいてください。これ後で詳しく説明するからね。ここはその歴史性とか連続性ってんってなると思うから。で、後でっていうか今説明するね。ここに入ってるかな、入ってるね。ここにね、ちょっと反射で見えないかもしれないですけど、
まあ、もう例え話これからやっていきますけどね、ディズニーランドに行こうっていう決定をあなたがしたとします。あなたは例えばじゃあ彼女と彼氏とどっちもいいけどね、彼氏彼女と付き合ってる状態 でディズニーランドに行くぞっていう決定をしました。はい。でこれね、あの2年前から決定してたの2年前から決定してたものとして、でもそのお金があんまりないから、あなたは例えばじゃあ、あれすごく遠いところに住んでるとして、で東京ディズニーランドに行くまでには、まあ、2泊3日とかで、考えなければならず、最低ね、あのディズニーランド行くだけでも、でホテル代とかも全交通費とかも全込みでいろいろ考えると、まあすぐはできないと。あなたは2年前からディズニーランドに行こうっていう決定をしてたとする。彼女彼氏と一緒にディズニーランド行くぞって思ってたとするね。はい。友達の A さんって書いてます。友達の A さんはこのことに関して2年前いいアドバイスをしてくれました。まあとあるいいアドバイスです。内容はまあこの際っていうか今は関係ないけど、 A さんは2年前ぐらいに、まあ、そのこのディズニー作戦に関してね、こうやったらチケット安いよとか、なんかいい、情報を教えてくれたりとかさ、何かそのディズニーランドに行くっていう話に関して前向きな決定を、前向きなアドバイスをしてくれたとします。で友達のねこの A さん、同じように半年前にもなんかこのディズニーに関していいアドバイスくれました。B さんね、友達 B さん、 B さんはまあ最近友達になったばっかりの人なんで、1ヶ月前ぐらいに、ちょこっとねご飯食べた時に、あディズニーランド行くんだったらこうでこうでこうだよって、あ頑張ってねってアドバイスしてくれました。優しいね A さん B さん。両親ね、次両親ですよ。両親も2年前にディズニーランド行くのかいっつってディズニーランド行くんだらこうであでこうだからっつって、女心は男心はこうなんだよこうなんだぞって、お前もそろそろ結婚する年なんだからそこで決めてこやっていう話をしてくれたとしますね。2年前、父ちゃん母ちゃんがね。でここ恋人って書きましたけど、恋人はまさにあなたの恋人です。ディズニーランド行くんだらこうよね、ああよね、ディズニーランド行くんだったらここが大変だよな、ここがめんどくさいよな男サイドでそういうアドバイスをあなたの恋人がしてくれてたとします。これはもう恋人だから頻繁にアドバイスしてくれるよねきっとね。であなたの会社の上司なんかも最近1ヶ月前にアドバイスをしてくれました。これ見えるよね。はい。あのさ、そこでだよ、そこでこういう歴史があるんですよ。人の気持ち、友達 A の気持ち、 B の気持ち、両親の気持ち、恋人の気持ち、上司の気持ち、歴史があるんですよ。全部気持ちは続いてんです。気持ちは途中でなくならないの。気持ちはその受け継がれていくわけね。まずこれを分かってってくださいね。気持ちって分断して考えないでね。でみんながアドバイスしてくれました。ここに、あ見えるね、みんながアドバイスしてくれました。こうやって頑張れよって、頑張りなねって。であなたいや、ディズニーランド、2、3日後に行くっていう段階になって、あなたは恋人と喧嘩しました。大喧嘩です。しかも自分は悪くない感じのあれで、例えばね、例としては恋人が連絡なく、朝帰りっていう結構重大問題だけど、でも例えばそう、恋人が連絡もせずほぼほぼ朝帰りっていう風になると、まあ切れるじゃないですか。喧嘩になりますよね。そうなるときっと復縁したい系の復縁したい系の気持ちがその真面目で重い、あなたはかつての僕はここでお前となんてディズニーランド行かないよって言うと思います。絶対言う。自分から言う。自分が行きたいくせにね、ここ自分から言うの。自分が行きたいくせに、自分の方が相手のこと好きなくせに自分から行かないって言うよね。重いからやめよう、まずそういうのは。まあその話はちょっと置いといて、で行かないってなったとします。もうディズニーランド行かないってなったとします。これの決定を下しちゃったら、この人たちの2年間あなた足げにすることなんですよ。書きましたけど、持ってた気持ち玉、これね気持ち玉っていう表現しかできない、あの友達 A さんの気持ち玉ですよこれね。続いてんの、2年前アドバイスしてもらったアドバイス関係ないじゃないんですよ。
雑談でしょこれはじゃないんですよ。この気持ちは続いてんすよ、ずっと。この2年前の気持ちがあったから半年前にもアドバイスしてくれたんだよ。続いてるんだよ、気持ちっていうのは全部さ。だからこれは A さんの2年ものの気持ち玉があってね。B さんは最近友達になったばっかりだから1ヶ月前にアドバイスしてくれただけだけど、小さい気持ちの玉があってさ、こういうさボールがあってね。で両親もまあ2年前にアドバイスしてくれてさ、でもう長く続いてる人っていうのはそれだけで重いんだよ。あなたのことを見捨てず長く続いてくれてる人たちなんだからさ、両親になってそうだしさ、友達 A さんも2年前からの友達だよね。うん、その重い気持ち玉があるんですよ。恋人だってそうでしょ。恋人だったらなおさらあるよね、あなたに対する気持ち。でもまあ朝帰りしたのは悪いけどさ連絡ぐらいしろよっていう話だけど、でもまあまあまあいいや。次、上司ね。上司1ヶ月前にアドバイスしてくれたちょっとした気持ち玉があります。このイメージ分かってくれ、お願い。うん、これをこうみんなのね優しい気持ちをちょっとずつちょっとずつちょっとずつ集めて、あなたのディズニーランド行こうっていう気持ちは形をこう作ってきたのよ。あなたの心の中で、ごめんね、あのエロい話じゃないけど、あの僕真面目に話してるからね、真面目に話してるから、でもエロい話じゃないけど、あなたの心っていうお腹の中でこの人たちがあのあれですよ、この人たちの気持ちは簡単に言うとあれです、ね、精子ですよ。精子で、で、あなたのディズニーランド行こうっていう2年前に決めたその気持ちが、ごめんね、男だったらあんまりイメージつかないと思うけど、ディズニーランドに行こうっていう2年前に決めた小さな気持ちがあなたの卵子じゃないですか。で、この人たちが、まあ、その、この人たちが、まあ、精子みたいなもので、で、まあ、それと、それがね、こう合わさってさ、出来上がったディズニーランド行こうっていう、その温かいものがどんどん大きくなってきて2年間来てんのに、あなたがね、そこで喧嘩してさ、朝帰りだっつって腹立っちゃったのはわかるけど、そこで行かないっつうのは、もうほぼほぼ臨月っていうか、もう出来上がっちゃってる子供を下ろしますっつうのと一緒だからね。うん。それは相当やばいんですよ。それが人の気持ちわかんないねって言われる人の特徴。ガーってこう腹立っちゃって、もうこんな子供いらないっつって下ろすんだよ。何やってんだよと思うよ、周りとしては。もう例えば友達 A さん、さすがに2年間付き合ってきたけど、この子はこれだけこうみんながね優しくアドバイスしても一時の感情で行かないとかってなっちゃうんだ。じゃあ私アドバイスしても意味ないじゃん、私友達でいても意味ないじゃん。だってその時の感情で全部決めるんだから、行くか行かないか、やめるかやらないか、全部決めるんだから、じゃあもういいやってなるよ。なる、絶対なる。僕なるもん。他の人もっとなると思う。僕優しい方だよまだ。あとあと例えば B さんとかだったら引くよね。どうしよう、最近友達になったけど、行くって言ったら行かないっつって見たり、何なんだろうこの人って思われちゃうかもしれない。うん、両親は母ですよ。またかって、私たちの俺たちの育て方が悪かったんだなってなるよね。で恋人なんてもうドン引きもドン引きですよ。何こいつって、うん、よかった朝帰りしてきてって、どうせこいつとはその朝帰りしようがしまいが何かしら喧嘩があって、でこいつの勝手な感情でね、勝手な感情で行ったり行かなかったりっていう結果になるだけなんだと、もうやめよって、他の男のところにいい子、他の女のところにいい子って思われてしまうんでしょう。まあ上司、おめえ感情の起伏激しいなって言われるよね感情の起伏やべえなお前って、それ頼むからまあ、会社で出さねえでくれよって言われてさ、ちょっと色眼鏡で見られることになる。うん。人の気持ちっていうのは、これだけ深い歴史があるものなの。それをあなたが温めて、
あなたがもちろんそのメインの主人公はあなたなんだけど、でもあなたの背中にいろんなものが乗ってるの。まあお腹っていう表現さっきしたけど、男性にはちょっと分かりづらいかもしれないので、背中っていうね、男性にはね、背中にいろんな A さんの魂が、 B さんの魂が、両親の恋人の上司の魂が乗ってんだ。その上であなたは自分で決定したこと、ディズニーランド行くぞ、そのためにいろいろ計画したんだけど、それはみんなの気持ちが後ろにあるからね。カミーユですよ。カミーユが死ぬ時の話を思い出して、男ね、みんなの気持ちが背中にこうファファファって出てきてるから、それで決定したことなの。それをさ、自分だけで判断してもう行かない決めちゃって、キャンセルとかもう完全に手続きしちゃうとか言ってるぜっていうこと、せめてさ聞きなよ。喧嘩したんだけどさって、これもうキャンセルしたいんだよねって。したらさ、 A さんはさ、もしあなたのこと昔から知ってるんだったら、あなたねと、私2年以上前からあなたと友達だけど、結構キレることあるじゃないですかって、確かにまあ浮気してるかもしんないけど、もうその行くって決めてさ、みんなこうやって昔からね、応援してくれてたんだったら、行けばいいじゃんって言ってくれるかもしんないじゃないですか。うん、それを忘れないで、本当に勝手に決めていい問題じゃないです。あなたが一人で、本当に一人で生きてるんだったら全部あなたの決定だけど、まあ親とか、少なくとも親との関わりがあったりとかしてる時点で、あなたの決定っていうのはあなたの決定であって決定じゃないんですよ。あなたが決定してるように見えるけど、あなたはこう、なんだろう、まあ、わかるでしょ、うまい表現がね、ごめんね、顔が見切れっぱなしだけど、こうね、うまい表現がね、なかなか見つからないけども、さすがにわかるよね。自分の決定は自分の決定なんだけど、表面上そう見えるんだけど、あくまでも他人の心がこう、自分のお腹から、自分の背中から表面に出てきたものに過ぎないんだよと。その決定をこの人たちの断りなしに、感情的な高ぶりとともに自分勝手にパンと変えちゃうってことは、これら全部の人に対する、そしてその歴史に対する裏切り行為なので、絶対にやってはいけないんです。わかった？やりたいんだったらせめて筋通せっていうこと。これがまさにそう、この全部の話一言で言うと、筋通せって世の中では言われるんですよね。これ一言で言うと筋通せってことでしょ。お前さって、この辺でこうやってアドバイスされてさって、人の気持ち分かってんのって、お前自分で決定してると思ってるけどさ、みんなの気持ちが、みんながアドバイスして、でお前今そういう決定できてるわけだよね。今のお前が、みんなの気持ちによって今のお前が形作られてるんだよね。勝手に決めんなよ、筋通せよって、そういうことでしょ。一言で言うと筋通せよってことなんですけど、その筋通せって、僕は時々言ったりするけどね、そういうのの中にはこういう深い話とかも全部含まれてる一言なの。だからおじさんになってくると、大人になってくると、話の内容が簡単になってくる、それ最近よくわかるね。大人になってくると、僕もようやく大人に少しなってきたかなと思うけど、話が簡単になってくる。だって僕ね、これ悪いところでもあるんだけど、人に対して何か起こるときに、これを今話したことを俺一言で言っちゃうんですよ。筋通せよって言ってんですよ。で筋通せよって、これを言ってんの。でもやっぱり相手にとっては筋通せよって言われても分かんないんだよ。でもこっちとしてはもう年だしさ、これを全部説明するの疲れるんですよね。今だってもうね、僕腰痛くなってきちゃって、なんかこうずっと立ってたら一生懸命話してるし、喉も渇いてきた。だから人の気持ちを推測して浅いの、できないわけじゃないの。だからこの辺の B さんとか上司とかの最近のアドバイスのこととか、そういうさ、自分に身近なことだけ覚えてるっていうこと、それが浅いっていうことね。もっと深く考えてみて、深く掘り下げてみて、いろんな人たち、これだけにとどまらないたくさんの人たちと、これだけにとどまらないたくさんのアドバイスや意見、
が今のあなたを形作ってて、あなたの決定を導いてるわけ。他人の心の表調です、あなたの決定は。それを勝手に変えてはいけないんです、ね、感情に負けないで。人の気持ち推測することができれば、深くね、浅くじゃなくて深く推測することができれば、はあ、まあ非常に今ね、朝帰りの件でムカつくけど、友達の A さんに相談してみよっかな、両親にも聞いてみよっかなってなるじゃないですか、この気持ちがあればね。うん、それをやらずに勝手に決めてると、いつか友達なくすというか、誰も味方してくれなくなりますよ。はい、今回はそういう話でした。復縁したいんであれば、人の気持ち分かるようになって、で、大体別れる時に全員言われてるでしょ、あの人の気持ち考えてくれないよねって。それはなぜなら、僕らは真面目なので、自己責任感があるから自分で決定しちゃうんですよ、うん、あるでしょ、自分の責任っていうか、自分が決定したい。あんまりね、復縁したい人って他人のせいにする人若干少ないと思うんだよね、うん、普通よりは少ないと思うんですよ。それは自分で決定して、自分で決めたいっていう願望があるからだね。昔の僕も同じでしたけど、うん、自分で決めちゃダメなんです。もうあなたの気持ちは自分の気持ちじゃないんだから、うん、自分の決定じゃないんですよ、ね、他の人たちの温かいものが表面に出ただけなの。だから他人の決定なんです、簡単に言うと。あなたの信頼できる他人の気持ちが一つに合わさった、何か大きな神様みたいな他人がいたとして、それの気持ちであり、それの決定なんだよ。それをあなたが変えることなんてできません。変えたいんだったら一言言うべきでしょう、ね、今回は以上です、コンシェルジュでした。頑張っていきましょうね。ではまた。